ウェイン軍はアメリカ合衆国ユタ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2778人であり、2000年の2509人から10.7%増加した。軍庁所在地はロアであり、同軍で人口最大の町でもある。1892年にバイユート軍から分離して設立され、軍名は 憲法制定会議の大議員を務めた者から、取られており、馬に引きずられて死んだその息子を慰霊するものである。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は2466平方マイルであり、このうち陸地は2460平方マイル、水域は6平方マイルで、水域率は0.25%である。 キャニオンランズ国立公園の峡谷を流れるグリーン川が群東部境界になっているサンラファイル砂漠が群中央部にあるサウザンドレイク山とボルダー山が群西端のラビットバレーの側面にありそこの美しい森林は東の砂漠と対照的である少ない群の人口はラビットバレーを中心に集まり人口200人の町ファンクスビルだけがヘンリーさんの北 グレーブスバレーにある。軍内には、キャピトルリーフ国立公園もある。キャニオンランズ国立公園にある、グレートギャラリーのパノラマ以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。修道24号線から見る、ハンクスビルの北、背景は、ファクトリービュート郡内の詳細 a b q u i c k f a c t s c e n s u s g o v ウェインカウンティーアクセスト2011年12月6日アメリカンファクトファインダーアロアユタアクセスト2011年12月6日ファインド A カウンティーナショナルアソシエーションオブカウンティーズ http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧ウェーン・カウンティー・ヒストリー・ハット、センサス 2000US、ギャザティア・ファイルズ、カウンティーズ。ユナイテッド・ステーツ・センサス、2011年2月13日、閲覧。 ありがとうございます。